ありがとうございます。さあ、いかがでしたか。横浜中華街といえばやはり中国獅子舞、今年はですね、横浜中華街を挙げて渾身の企画といたしまして第1回全日本中国獅子舞大会を開催いたします。日にちといたしましては、会期中の5月26、27日の2日間、場所は、中華街パーキングの特設会場、バスブースを改造いたしまして、約400席の座席を設けまして、室内にて獅子舞の大会を開催いたします。出演団体といたしましては神戸から3団体、そして、私ども横浜中華街から3団体ということで、東西の雄がですね、ここ、横浜中華街、獅子舞の聖地で激突するというような企画となっております。26日のパフォーマンスといたしましては、フリー演技ということでですね、少し変わった演技、また創作的な獅子舞がご覧になります。また、26日のステージ終了後ですが、街中にてですね、ストリートパフォーマンスもございます。こちらはですね、中華街の通りの各所、そしてですね、山下町公園、そして、横浜中華学院の校庭内ですが、こちらにですね、矢倉といってですね、まあ、高いポールを作りまして、そこの中でアクロバチックな演技がご覧になります。27日ですが、こちらはですね、本当に初めての企画ではございますが、獅子舞の日本一を決めようということで、一つの演技を各6団体が演技をしていただきまして、それで人気投票で一等賞を決めるというような企画となっております。両日ともですね、室内の会場につきましては有料となります。入場料1500円はかかりますが、来週のですね、半ば頃になるんですが、ごめんなさい、4月の半ば頃になるんですが、e プラスにてチケットを販売いたしますが、先行受付といたしまして、本日よりですね、来週の10日まで、横浜中華街発展会の事務局にて、電話にて、先行予約も受け付けておりますので、どしどしとですね、応募の方をよろしくお願いしたいと思います。また今回はですね、スペシャルゲストといたしまして、島根県よりですね、石見神楽、スサノオノミコトがですね、大和の王朝をですね、退治するパフォーマンスですね、これが、両日ともですね、室内ステージの方でご覧になれます。また、26日の野外イベントに関しましては、石見神楽さんからですね、恵比寿様のですね、パフォーマンスがストリートでも見られるというような2日間となっております。本当に2日間ともですね、横浜中華街がですね、獅子舞一色となる週末をですね、作り出していきたいなと思いまして、待ち上げて、本当に力を入れておりますイベントでございますので、多くの方の皆様のですね、ご来場、ご来会をですね、お待ちしております。また、中華街といえばですね、獅子舞プラス次はですね、やっぱり食ですね。やっぱりご飯食べないと中華街始まらないというところで、横浜中華街美食フェアということですね、こちら、第3回になるんですが、もう5月7日より6月3日までの約1ヶ月間、各店舗にてですね、なかなか普通常は見慣れないような郷土色強いような料理を中心としたフェアを開催しております。こちらもですね、この期間限定の料理が食べられるめったない期間でございますので、ぜひこの期間に中華街に足を運んでいただければと思っております。中華街以上です。